はい、ニキジャパンの名取です。よろしくお願いいたします。ニキ、まあ、普通ねこのぬいぐるみっていうと、まあ、冬場の商品とか、まあ、年末のギフトとか、まあ、そういうイメージがあると思うんですけども、実はニキっていうのは、まあ、春夏秋冬全て、やりますので、ね、毎月のように新商品が出てきて、その中でもニキの、まあ、今年のおすすめのサマーアイテムの方をちょっとご紹介したいと思います。まずね、この新商品、まあ、これ新商品の中でもこれ、まあ、今年の夏にまだ出る6月ぐらいに出てくるのかな、この4アイテムありまして、虫の商品になります。その中でね、これがおすすめなんですけど、トンボなんです。これなんか何だかよくわかんないんですけど、一応トンボなんですね。で、まあ、これ今までキーリングの商品っていうとみんなこう縦の商品なんですけども、なぜかトンボだけは横になってるっていうね。これはなかなか、ね、世の中にないと思うんで、おすすめです。まあ、色も非常にカラフルですし、まあ、ニキらしくないといえばニキらしくないし、ニキらしいといえばニキらしい、まあ、そんな商品になります。あとね、キモカワ系で面白いのがクモです。お、取れない。こんな感じでね、まあ、これかなり、なぜか前評判が非常にいいという商品になります。で、あと関西人はみんなこれがいいって言うんですけどね、蜂なんですけど、まあ、これは、まあ、一応今回の、まあ、事前受注取ったら一番人気だったというそういう、ものになります。まあ、これがサマーアイテムです。で、あと、もう一つぬいぐるみ素材、まあ、ニキというと、まあ、こういう肌触りのいい、素材を使ってるんですけども、このシマウマだけは、コットンでできてるです。まあ、夏らしく、まあ、肌触りも、まあ、こうゴワゴワしてなくてさらっとしてる素材になってまして、それの、まあ、シマウマのシリーズになります。まあ、この3色ありまして、まあまあ、大中小あるうちの、まあ、中小しか今並んでないですけども、まあ、この辺り、夏でも、まあ、ぬいぐるみ、夏のぬいぐるみという感じで、おすすめさせていただきます。わっ、で、あとね、これ何かお分かりになります？まあ、この模様から分かるかな、まあ、テントウムシなんですよ。まあ、人間っぽい顔してるんですけど、まあ、このテントウムシが、おすすめです。まあ、これは結構好き嫌いははっきりしてしまうんですけど、好きな人はこれが一番可愛いっていう方が結構多くて、まあ、特に大きいぬいぐるみになるとこれ、まあ、あるお笑いの芸能人に非常に似ているということで結構皆さんお笑いになります。誰かっていうのは、皆さんで考えてください。で、あとそうですね、夏のものはこんなもんか。 あと、まあ、一応蜂やこんなもんですね。で、あとで、おすすめといえば、まあ、ちょっと季節的にもうそろそろ、まあ、シーズンも終わってしまうんですけど、ハートについてる、まあ、こういうバレンタインとかホワイトデーに使うような、まあ、猿なんですけども、まあ、ここにお腹にハートがついていて、手にマグネットがついてます。で、これ男の子と女の子がいて、まあ、ルーとモナちゃんっていうんですけどね、まあ、どっかで聞いた名前ですけど、まあ、これとこれを、まあ、こう、まあ、こう手つないだりとか、こう術つなぎ結構難しいんですけどね。できねえな、カットできない。ちょっとね、カットはできないよ。できない、これね、これちょっと難しい。磁力がたまに弱かったりするんだよね。こういう感じで呪術なりに一応できます。こんな感じでね、まあ、こんな感じの、まあ、展開の仕方もあるんじゃないかなと。まあ、これフェアでこんな感じでお買い上げになる方も非常に多いと思います。あとね、最近のおすすめはこっちですね。カードスタンドになりまして、まあ、これ今ニキの、まあ、ぬいぐるみ素材使ってなくて、まあ、レジンでできている素材なんですけども、これがいろいろ種類も豊富で、お値段も、まあ、680円から810円と非常に手頃なので、結構ギフトで使われる方が多いです。特にこれおすすめはこのペアのクマ、これ、大きいですけど680円と非常にお高い得な商品になっております。あと新商品のね、このゴリラとキリン、
これまで出たばっかりなんですけど、最初見た時は私個人的には失敗したかなと思ったんですけど、蓋を開けてみればこれは大ヒットしておりまして、もうほとんど今、危うく完売寸前になっております。そんなとこですか。あとはですね、この上の方に今飛んでいる鳥です、まあ、鳥のド派手な鳥の人形なんですけども、これは、南国の鳥をイメージしておりまして、シリーズ名も、まあ、ベラノカリエンテってスペイン語で、まあ、暑い夏という意味なんですけど、まあ、こんな、ものもございます。まあ、これは大橋さんで、これがオウムですね。まあ、普通の、まあ、現物よりもかなりド派手になってますけど、まあ、夏らしいアイテムということで、まあ、おすすめいたします。あと新商品これいきましょうか。これは、まあ、ワイルドフレンズってもう長年、下の方で、まあ、こういう、ワイルドフレンズって、まあ、いろいろ、シリーズ、まあ、8種類ぐらいのぬいぐるみ、まあ、種類の動物のモチーフにしているぬいぐるみがあるんですけど、まあ、今度、柄がちょっと変わりまして、今新しくドイツの方では展開しているのがこちらのゴリラと虎になります。ゴリラはね、こうちょっと眉毛がちょっと可愛いですね。こんな感じの眉毛が特徴で、非常にまあ大柄、横に大柄なので結構存在感もあって、まあ、非常に、まあ、これ我々の話ですと陳列しやすい、商品になります。まあ、非常に人気のあって、もうほとんどもうこのサイズぐっと小さいサイズ以外は全てもう在庫もなくなっている状況で、まあ、次回の入荷は、未定です。であと、今、大人気の白虎ホワイトタイガーのアイテムになります。まあ、キッチン関係ですね。まあ、これはまあ特徴は、まあ、色合いとあとこの鼻がちょっと可愛いですね。この色がピンクっぽくて、まあ、そんなアイテムがいくつかございます。ギフトなんですよね、基本的にね。自分であんまり買う機会ないと思うんですけど。